ジョセリン、ペリセット・ウィルデンシュタインは、スイス出身のアメリカのソーシャライトで、大規模な美容整形で知られている。キャットウーマン、ライオン女王、ウィルデンシュタイン夫人といった異名を持つ。彼女は1999年に億万長者のビジネスマン、アレク・ウィルデンシュタインと離婚。 彼女は豪華な生活でも知られており、かつて年間の電話代を6万ドル、食費とワイン代を54万7千ドルと計算した。ジョセリン・ペリセットはスイスのローザンヌで生まれは、彼女の父はスポーツ用品店に勤務していた。彼女は17歳の時にスイスの映画プロデューサーシリル・ピゲとの交際を始めた。後にイタリアのフランス人映画監督、 セルジオ・ゴッピット・パリで同棲をした。そこで彼女は熟練したハンターとパイロットになった。彼女はサウジアラビアの武器商人アドなんか将棋とケニアの狩猟地に趣味の射撃をしに行った時、その所有者であるアレク・ネーサン・ウィルデンシュタインと知り合う。ジョセリンはアレク・エヌ・ウィルデンシュタインと30代で結婚した。彼は有名な美術賞で裕福なウィルデンシュタイン家の一員である。 夫婦は二人の子供を設けた。二人の離婚は有効的ではなかった。ジョセリンは夫が19歳のロシア人モデルが寝室にいるのを発見し、夫が銃を持ち出したため刑務所に一晩収監された。裁判長は訴訟の過程で手紙による死の脅迫を受けた。ニューヨークの夫婦の家は後に、ジョセリンによって不動産開発者、 ジャンナブロック2300万ドルで売却され、大幅な回収が必要とされた。彼女の離婚中、裁判官は、彼女がそれ以上の美術性形手術のために、いかなる医者料の支払いも使用できないと規定した。彼女は、その後、13年間、離婚は解禁25億ドルと毎年1億ドルを受け取った。ウィルゲンシュタインは、彼女の顔に後半に、 美容整形手術を施し、非常に不自然な外観を作り出した。彼女の元夫によると、手術はより猫らしい外観を引き起こすことを目的としていた。彼女は、整形手術に400万ドルを費やしたと噂されている。明らかに大の猫好きだった元夫を喜ばせるために行われた。彼女の個性的な外見にもかかわらず、彼女自身は、 満足していると伝えられている。ありがとうございます。